鈴木勝政は、日本の政治家。社団法人蒲氷青年会議処理事長、愛知県議会議員、蒲氷市長、衆議院議員、総務副大臣、民主党幹事長代理、国民の生活が第一国会対策委員長、生活の党代表代行、幹事長などを歴任した。愛知県蒲氷市生まれ、蒲氷市立蒲氷中学校、 愛知県立蒲郡高等学校、日本大学経済学部卒業。蒲郡青年会議所理事長等を歴任した。1982年、愛知県議会議員補欠選挙に立候補し初当選。県議を4期務めた。県議時代は自由民主党に所属。1993年12月20日、県議を辞職。1994年の蒲郡市長選挙に、 立候補し初当選した。2期務めた後1999年10月14日に辞職。無所属、民主党総務副大臣就任に際して公表された、肖像写真2000年6月、第42回衆議院議員総選挙に、愛知14区から無所属で出馬したが、自民党の浅野正人に敗れ落選。二千三年十一月、第十三回衆議院議員総選挙に、 愛知14区から民主党公認で出馬。前回敗れた浅野を下して初当選した。2005年9月、第44回衆議院議員総選挙に愛知14区から民主党公認で出馬。自民党の杉田元次の猛追を受けるが、再選。2009年8月、第45回衆議院議員総選挙に愛知14区から民主党公認で出馬。 杉田に比例復活すら許さず参戦。2010年9月、関大一次改造内閣で総務副大臣に任命され、2011年1月発足の関大二次改造内閣でも再任された。同年6月1日、関内閣不信任決議案に賛成するため、総務副大臣の辞表を提出したが、6月2日の衆議院本会議前の民主党代議士会で、 菅直人首相の早期退陣が示唆されたことから、同決議案の採決では、反対票を投じた。6月3日には、菅首相からの異流に応じ、辞表を撤回した。ただし、採決に先立って行われた菅と、鳩山幸男による菅が前提付きの退陣を表明した、会談の内容に疑問を持った小沢一郎の意を受けて、退陣記述と小沢の処遇を文書で回答する、世要,要求する。 質問状を管理て渡した。2011年9月、野田内閣の発足に伴い総務副大臣を退任し、民主党筆頭副幹事長に転じる。同年12月、小沢が会長を務める新しい政策研究会の事務局長に就任。2012年1月、民主党幹事長代理に昇格した。同年の消費増税をめぐる政局では、 野田内閣による消費増税法案の閣議決定に抗議して3月30日に党幹事長代理の辞表を提出し4月23日の党役員会で受理された6月26日の衆議院本会議で行われた消費増税法案の採決では党の賛成方針に反して反対票を投じた7月2日には山岡健次らを介して離党届が提出された 民主党は7月3日の常任幹事会で離党届を受理せず除籍処分とする方針を決定し、7月9日の常任幹事会で正式決定した。国民の生活が第一、日本未来の党、生活の党2012年10月7日、豊橋バイパス開通式典にて2012年7月11日、国民の生活が第一の決闘に参加し、 党国会対策委員長に就任した。同年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では国民の生活が第一から衣替えした日本未来の党から出馬。愛知14区では自民党の今枝総一郎に敗れるも比例党会ブロックで復活し4選。選挙後に未来の党が分裂し生活の党が結成されると党幹事長に就任した。 2013年7月の第23回参議院、議員通常選挙後の党役員人事では、党代表代行と幹事長を兼ねることになった。民主党副党、民進党へ2014年11月、小宮山康子と共に、生活の党を離党し、民主党に副党した上で、同年12月の第47回衆議院議員総選挙では、民主党公認で出馬することを表明した。 選挙結果は、小選挙区では敗れたが比例で当選し、5期目を果たした。生活の党を離党した後も、小沢との関係は続き、2015年1月1日に小沢の指定で開催された新年会にも出席している。2016年3月、民主党と維新の党が合併し結成された民進党へ参加。2017年9月、 家族の体調不良などを理由に第48回衆議院議員総選挙に出馬せず、政界を引退することを発表し、秘書の田中勝則が愛知14区の後継候補となることを明らかにした。政界引退後2018年2月、自由党顧問に就任。6月、鈴木会長の鈴木治と、東、三河鈴木政経塾を設立し、塾長に就任。十一月、 朝日、重光明を受賞。2014年3月23日、釜まバイパス開通式典にて2012年10月7日、豊橋バイパス開通式典にて、ありがとうございます。